外観内部四校記念文化交流館は石川県金沢市にある文化施設である。石川県が2008年に旧第四高等学校に関する資料の展示と文化活動の機会を提供する目的で設置した。金沢市中心部の高林坊から県六園に続く百万国通りに面し、後方には石川四校記念公園の緑地が広がる。 建物は1891年地区のレンガ作り2階建てで、国指定の重要文化財である。正面から見て、左半分は、無料ゾーンの四高記念館、右半分は、有料ゾーンの石川近代文学館となっている。初代館長は、加賀藩主前田家18代当主の前田俊介である。建物は1891年に建てられた。 旧第四高等中学校本館である。翌1892年の旧第四高等、中学校開校から1950年の旧第四、高等学校閉校まで、旧正高等学校として使用され、ついで1964年まで、金沢大学理学部として使用された。その後も金沢地方裁判所、石川県立郷土資料館として、 保存、活用された。1969年3月12日には貴重な、レンガ作りの初期公立学校であるとして、重要文化財に指定された。1986年、石川県立郷土資料館が、本田の森公園に移転したことに伴い、隣接地にあった石川近代文学館が、移転入館。2008年4月26日に、現施設として、 リニューアルをオープンした。所有は文部科学省であり、石川県が文化庁から使用許可を受けている。泉京香、徳田修正、室生再生など、石川県ゆかりの文学者の著作や遺品などを集めた文学館である。有料ゾーンとなっている。2008年のリニューアル前は、石川県が財団法人石川近代文学館に建物全体の管理を委託し、 同財団が文学館の運営を行っていたが、リニューアル後は、石川県が建物を、公の施設として、直接管理運営し、文学館エリアの運営を同財団に委託している。明治から昭和にかけて使用されていた、旧第四高等学校の歴史を展示する四校、展示室四室のほか、旧四校の教室を展示、講座等に利用できる、多目的利用室五室。 レトロな椅子やテーブルが備えられたレトロ体験室一室がある。同地が金沢市の中心部にあり、街中の活性化を図るため、無料ゾーンとして開放されている。四項記念文化交流館金沢駅、金沢市における 1ABC 四校記念文化交流館条例 ABCD 新拠点、幻想的にライトアップ四校記念文化交流館が開館。 北国新聞2008年4月27日、ABCDEF 石川近代文学館、リニューアルの基本的な考え方について。施設案内 ABCDQ 第4高等、中学校本館、同じ1969年の8月19日には、ほぼ同一の設計で建てられた熊本市の旧第5、高等中学校本館も重要文化財に指定されている。 ありがとうございます。